ダウンブローに打った方が曲がんないイメージで、アッパーに打つと飛ぶイメージです。結構アマチュアの人が勘違いしてる。確かにボールちょっと見える。どのぐらいだろう、っ、ね、振って曲がらないってすごいですね。ゴルフ業界を盛り上げよ う, ということで始まりましたチェケラーゴルフ。さあ今回も雪の先輩が産休ということで、私なのかなのかがお送りしたいと思います。よろしくお願いします。今日は第一馬カントリークラブに来ました。じゃあ今日はこのお二人にお越しいただいて3人でお送りしていきたいと思います。それではチェケラー、チェケラー、チェケラー。前回までブーちゃんにその50ヤードのアプローチの感覚っていうのを教えてもらって、はい、球がの正確性を教えてもらったんですが、飛ぶでしょ、キャリー280、はい、もっと飛ばす打ち方、ここぞっていう時の打ち方を教えてほしいです。わかりました。10ヤードぐらい飛ばしたい時、うん、普段だとどうだろう、ティーアップが大体これぐらいかな。え、なんか私の感覚低め。え、これ通常ですよね。通常でも多分ね、プロゴルファーみんな低い、こんな低い、人多い、多い、おぎそプロも低い。僕も低いですよ、人と繋がってる。これぐらいなんですけど。そうなんだ。まずはティーアップをちょっと高くするですね。はい、やっぱりダウンブローに打った方が曲がんないイメージで、アッパーに打つと飛ぶイメージです。結構アマチュアの人が勘違いしてるのが、スピン量がちょっと増えると曲がるって思ってると思うんですけど、うん、スピン量がちょっと増えることによって球って曲がらなくなるんですよ。増える方、なんだろうな、難しいですね。アゲンストに対してスピンが増えて、そのスピンが増えたのが例えばドロー回転で増えちゃうと、まあ、ちょっと確かに曲がり幅大きくなるんですけど、最近のクラブってもともとやっぱスピンが少なくなる設計だから、うん、ちょっと多分みんな少なからずちょっとスピンを多めにして打っちゃってるんですよね。だからちょっと低くてダウンブローに入れるとスピン量増えるんで、それで結果的に曲がってないことが多いんですよ、たまって。まずはスピンを減らすために、飛ばすためにはあのティーを高くして、うん、今どのぐらい高くなった。今はどうだろう、でも本当結構感覚入ってるんで、でも確かにボールちょっと見える。どのぐらいだろう、そうですね、半分ぐらい。さっきは半分も出てなかったですね。これぐらいで。それやっぱりティーアップ高くしたら、うん、どこに当てるかとかも変わる。ああ、そうね、当たるとこ、そう、当たるとこ大事。やっぱり簡単に言うと、打ち出し高くしてスピンを減らすのがやっぱ直接的な飛距離につながるんで、感覚はちょっとフェースの上に当てますね。へえ。この辺、多分普段はこの辺だったりするんですけど、ちょっと本当その子、そんなあれなんだ、微妙に、ね、微妙に上げていくんで、はい、でも当てやすくするためにやっぱティー高くすることが多いですね。へえ。スタンス、ボールの位置が多分普段はどうだろうな、左足のかかとよりボールちょっと違う、これぐらい、普段は多分これぐらいなんですけど、はい、飛ばすときはちょっとこうかかとぐらいに持っていくかな、ちょっと左目、うん、で若干右から、あの右足体重のアドレスが強くなりますね。普段 6-4 ぐらいで右なんですけど、ちょっと 7-3 ぐらいになるかな、はい、ちょっと右体重目で、はい、でやっぱアッパーにっていう感じでアドレスを変えて50ヤードです。でもそれでも50ヤードなんだ。あの、まあ、スイングの感覚自体はあんま変えたくないんで、うんうん、アドレスをちょっと変えて、ここのイメージは一緒ですね。ちょっと体重移動は結果的に大きくなるんですけど、このこういうアドレスからちょっとこういうアドレスにしておいて、あとは同じ感じで打つっていう。これはおぎそプロも同じ、どうですか、飛ばしの感覚あります？僕の飛ばしの感覚はそうですね、あんまり変わらないんで、多分飛ばそうと思っても気持ち的に振るぐらいで、まあでもティーアップはちょっと高くしますけど、なんかボールの位置変えたりとかスタンスの幅変えたりとかは僕はあんまりやるタイプじゃないかもしれない、ね、でも安定性を求めていくタイプ。そうですね、やっぱり多分ライキとか多分足の感覚が強いんで、うん、こう
体重移動の感覚あるんで、多分スタンス広くしても打てると思うんですけど、僕多分あんま体重移動の感覚なくそう、ね、スイングタイプあるかもしれない、胸回る感覚の方が強いんで、こう移動するとちょっと軸ブレじゃないですけどの感覚になっちゃうんで、僕はなんか飛ばし方は多分違うかもしれないですね。多分早く回す、飛ばすときは体重移動じゃなくて、こう胸をこうプップって早く回したらちょっと飛ぶようになるかなみたいな感じですけど、ね、僕はあんま振っても振らなくても距離があんまり変わらないタイプ。そっか、じゃあタイプがやっぱ分かれるわけなんですね。結構あると思いますね。そうね、飛ばすバージョンのスイング見せてください。打ちますか。打ってください。分かりました。これも大事、あのユウの当てた打つ前の素振り、素振り、そう、素振りを結構頭の中で自分のリミッターをちょっとこう上げるのは大事にしてますね。こうなんか普段だったらこうやってこれぐらいでバーンって打ってこうやって入るけど、飛ばすときはもう素振りでこうしっかりバーンって、おお、打ってる。え、今の素振りぐらいのスイングをするの実際に？多分もうちょっと振ってんじゃないですか、飛ぶときは。素振りより振る？はい。なんか見ただけで飛ばしに来てる感すごいですもんね。あ、でもそれはコース入れてきて、力入れてきてるんだ。ふん、ムンムン、なんだろう、ムンムンじゃないな、ふんふん、鼻息が見えるんですよ、あの白い息がふんって振り出すと、はいはい、だからあんまり確かに僕もやんない方向には来てるんですけど、最近ね、試合って言ったらこればっかやってる時全然ダメだから、でもここぞって時はもう自分で鼻息も出してふんふんさせてで、こうさっきの素振りバーンってやるのはルーティンなんですね。ルーティン、一応ルーティン。へー。なんかそれするとなんかスイッチが変わる感覚なのかもしれないですね。あ、でもそれはある。自分の中でね。はい、じゃあもう周りもわかりますね。なんか同じ組み。一番わかります多分。で一番僕がこれやってる時にニヤニヤします、ね。いや入ってるわーって。こっち行くみたいな。まっすぐ行ってる時はいいんですけど、曲がったら一番喜びます、ね。ちょっと。はい。はい。見せてください。うわ、すごい、すごい、風切ってますね。風切ってる。おお、ちょっと高くなったな。うん、頭高くなった。ナイスショー。すごい、飛んでますね、やっぱ普通の時より、ね、っていう感じですね。え、これやっぱこう、なんか僕の感覚だと体重移動するとすごい振り遅れちゃいそうな、うーん、わーってなりそうなんですけど、その大気の中でこう振り遅れないコツみたいな、こうなった時にでもクラブが戻ってくるみたいな、それは何、この感覚で戻すのか、うん、コツがあるのか、遅れないコツね。手で振りに行っちゃうと絶対感覚がもうボールが手に行っちゃうんで、小さいショットもちょっとこう足でポンって下ろすね、こうやって、あ、ここにクラブがあったものを手でこうやって押すんじゃなくて、ここに来たものをこの下半身、本当腰、膝、足でこうポンって戻す感覚なんで、うーん、大きくなってもそれはあんまり変わんないから。じゃあさっき小木曽プロが言ってた、その足の角が強いって言ってたのが本当その通り。じゃあもう思いっきり足で戻してくるんだ、クラブを。でもそれもやっぱ打つ前の素振りとかで結構意識してます。へえ、はい、足をこう、そう、そのなるべくここで大きく振ってるんだけどしっかり間に合わせるっていうのを素振りで意識して、それが僕の中でなんだろうな、曲がらないようにするためのルーティンなんで、それが、はい、振って曲がらないってすごいですね。すごいですね。同じ感覚でこうスタンスが大きくなって、その足のアクションが大きくなったらもっと飛ぶ。私もやってみます。やってみてください。どうなんだろう、足の感覚か。そうそう、ちょっとこう、おー、そうそうそう、これで50ヤードでしょ、のアプローチの動き自体は。そう、さっき言ったティーアップとボールの位置と、アドレスでちょっと変えるだけで、はい、私、うん、そもそものティーが高くて、はい、普段それぐらい、うん、だったらでもそれ以上はまあ高くしすぎるのも良くないかもしれないですね。やっぱちょっと上下動が増えちゃうんで、それ以上は、うん、じゃあこのぐらいでもいいのかな、うん、このぐらいの人はね。そうそうそう、あんま高い人はもうそのままでいいと思います。じゃあこれでちょっとスタンス広め、ちょっと左寄り、ボールに若干左足寄りで、
左のかかとぐらいに置いて、うん、で素振りをそうでちょっと鼻息出してわかりました。よし、ふんふんさせて、そして右に73ぐらい、ちょっとはい、アドレス体重右足より、おお、でもちょっと球強くないですか。強いかも、さっきよりね。いや強いかも球、うん、伝わってる感すごいですね、うん、さっきのなんか乗り方とちょっとね、うん、ただまあ毎回これをやるのはあんまりね良くないんで、ここぞって時はこういうのが。でも私ももともとこのオギソプロみたいにこの胸を使っての感覚の方が強いから、うん、なんかちょっと足の感覚ちょっと難しいかも。でも球強くなったから、強かった、すごい足、もともと足の感覚の人だともっとね、そうですね、すぐ効果出るかもしれない。確かに合う合わないはまあ多少あると思うんですけど、でもやっぱここぞって時は下半身がやっぱり力、ね、一番エネルギーが伝わると思うんで、うん、でやった方がいいんじゃないですか ね、はい、ある程度曲がってもしょうがないと思ってるんで、うんうんうん、あの飛ばす時はこれやるならもう多少曲がってもいいと思ってやってください、うん、ここぞっていう時はね、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。2人ともインスタやってるんですよね。はい、やってます。こちらによろしければお願いします、はい、そして概要欄にも2人のプロフィール、インスタのリンク貼っていますので、よければフォローしてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではチェケラー。